マオロロッシは、イタリア出身の元同国代表サッカー選手。選手時代のポジションはフォワード。華奢な体育ながら、相手のマークを巧妙に外し抜け目なく、得点を上げるタイプの選手であり、1982、FIFA ワールドカップでは6得点を上げて、得点王となるとともに、イタリアを優勝に導いた。トスカーナ州北西部に位置するプラートで生まれる。少年時代は、 陸上競技の選手に憧れていたが、父親の影響もあり、サッカー選手を志すようになった。地元のサンタルツヤでサッカーを始めると、兄と共にアンブロシアーナでプレーし、ビルトゥスを経て、ユベントスの下部組織に入団した。1973年に、ユベントスとプロ契約を結び選手キャリアをスタートさせた。当時から将来性のある有望選手とみなされていたが、 膝の怪我が重なったこともあって、出場機会を得ることはできず、他のクラブとの共同所有という形で放出されることになった。コモカルチョへのレンタル移籍を経て1976年にセリエ B のビチェンツァへ移籍した。ビチェンツァでは1976の77シーズンに21ゴールを挙げて、得点王となりセリエ昇格に貢献。 1977から78シーズンのセリエでは24得点を上げ得点王となり、チームもユベントスに次いで2位でシーズンを終えた。イタリア代表にも選出されるなどロッシの評価は急騰し、一時はユベントスへの復帰も噂をされたが、ビチェンツァのジュゼッペ・ファリナ会長は、ユベントスとの共同所有権の50%を得るために300万ドルを投じた。 この金額は1975年にボローニャ FC のジュゼッペ・サボルディが SSC ナポリに移籍する際に支払われた250万ドルを上回る国内最高額のものだったが、こうした移籍金の高騰に対してイタリアサッカー連盟のフランク・カラロ会長が抗議して辞任する事態になった。 1978から79シーズンには15得点を挙げたもののセリエ B 降格という結果となったため、1979から80シーズンにセリエ A の AC ペルージャにレンタル移籍をするなど順調な選手生活を送っていた。一方で1980年3月、前年末に行われた AS アベリーの1912戦において、八オ町に関与したとの容疑がかけられた。 ロシシア容疑を否認したが、裁定委員会による審議の結果3年間の出場停止処分を受け、後に2年間の出場停止処分に軽減された。出場停止期間中に、フルスのユベントスと契約を結び1981から82シーズンの終盤に復帰を果たした。復帰直後のシーズンは3試合の出場に止まったが、1982から83 シーズン以降に、レギュラーに定着すると1983から84。シーズンのセリエ優勝。1982から83。シーズンのコッパイタリア優勝。UEFA カップビィーナーズカップ1983から84。優勝。1984UEFA スーパーカップ優勝。UEFA チャンピオンズカップ1984から85。 優勝に貢献した。1985年、ユベントスを退団すると、AC ミランへ、推定年俸700万ドルの2年契約で加入。同年12月1日に行われた、インテルミラノ戦では2得点を挙げる活躍を見せた。ものの、膝の怪我の影響をもありこの試合の得点のみに終わった。1986年2月、シルビオベルルスコーニがクラブを買収し会長に、 就任すると、ロッシュは、ジュゼッペ・ガルデリシとのプラス金銭での交換トレードで、エラス・ベローナへ放出された。1986から87シーズンのベローナは、リーグ戦を4位で終え UEFA カップの出場権を獲得したが、ロッシュ自身も20試合で4得点を挙げ、上位進出に貢献。シーズン終了後、選手としてのキャリア当初から抱えていた膝の問題の、 ため31歳で現役を引退した。1982FIFA ワールドカップでのロッシー・イタリア代表としては1977年12月21日に行われたベルギーとの国際親善試合でデビューをし、1978年にアルゼンチンで開催された 1978FIFA ワールドカップの代表メンバーに選出された。 当初は控えメンバーの一人に過ぎなかったが、制裁を各フランチェスコ・グラツヤ・アニに,に代わって、レギュラーの座をつかむと、ロベルト・ベッテガトにトップを組み3得点を挙げる、活躍を見せ、ベスト4進出に貢献した。地元開催となる UEFA 欧州選手権1980でも、主力選手の一人とみなされていたが、八オチに関与した容疑により1980年4月19日に、 行われたポーランドとの国際親善試合を最後に代表から遠ざかった。2年間のブランクを経て、出場停止処分明けの1982年5月に行われたスイスとの親善試合で復帰を果たすと、スペインで開催された 1982FIFA ワールドカップの代表メンバーに選出された。ロッシュは一次リーグから出場機会を得たものの長いブランクの影響から、 制裁を書いていたが、二次リーグのブラジル戦において、ハットトリックを決めるなど復活を果たした。ナオロッシは、次元の中でブラジル戦について、次のように表している。試合前に、ベアルゾット監督は、オスカーとルジーニョにプレッシャーをかけるように言ってきた。ブラジルの CB2 人にはスピードがなかったからだ。彼らは、間違いなくミスをするはずだと監督は言っていた。試合後にはすぐに、 ベアルツォットを探した。この信じられないような勝利も忘れられない瞬間もすべては彼のおかげだったからだ。彼と抱擁を交わした。抱擁だけだ。言葉は必要ではなかった。あの瞬間、最高レベルの幸福を経験したと思う。何年も苦しめられ、疑われ、思い悩んできた末に空を飛ぶこともできそうな幸福感だった。続く、 準決勝のポーランド戦でも2得点、決勝の西ドイツ戦でも先制点を挙げ1938年大会以来44年振りとなるワールドカップ優勝に貢献した。自身も6得点を挙げ得点王となり、さらにこの年のバロンドールも受賞した。UEFA 欧州選手権 1984? では予選敗退に終わったものの、ベアルツット監督からは、 若手の成長株のガルデリ氏よりも評価を受けていた。その後、1986FIFA ワールドカップの代表メンバーにも選出されたが、出場機会はなく、大会直前の1986年5月11日に行われた中国との国際新善試合が最後の代表出場となった。引退後は、サッカー界とは距離を置き、元チームメイトのジャンカルロ・サルビーと共に、 不動産会社を経営。ブーチネにアグリツーリズムのための施設を保有していた。その後は、サッカー界に戻り、スカイスポーツやイタリア放送協会などのコメンテーターのほか、故郷のサンタルツヤの初代名誉会長、2018年からは、フルスノビチェンツァの大使券取締役会のメンバーを務めた。また、1999年には、国民同盟の候補として、 欧州議会議員選挙に出馬。2000年には女子バレーボールセリエ A の会長に立候補した。晩年は肺の用を患い闘病生活を続けていたが、2020年12月9日に肺がんで死去した。64歳ボーツ3日後の12月12日にビチェンツァ大聖堂で葬儀が行われ、最初や1982フィーファワールドカップ。 優勝メンバーのマルコタルデッリやア,アントニオ・カブリーニ・ラガサンでした。引退後のロッシュ再建の体系ながら、相手守備陣のマークを巧妙に外すポジショニングの良さとこぼれ球に素早く反応する得点感覚が特徴の選手だった。力強さを前面に出すタイプではなく柔軟なプレーが持ち味であり、若い頃は得点感覚だけでなくドリブルの技術も評価された。 専門家のブライアングランビルは、ロッシのプレイスタイルについて、誰にも気づかれないように保護色を身にまとい、チャンスを嗅ぎつけると素早くものにしてしまうと評している。一方、ロッシ自身は、私は単独で突破を図るタイプではなく、前線の5から6メートル、または2メートル以内に動きを限定した選手であり、得点のためには、チームメートの助けを必要とした。 プレーの判断に迫られた時は自ら突破を図るのではなく、より良いポジションにいる味方の選手にボールを預けた。サッカーとはチームスポーツであり、私は利己的なタイプの選手ではなかったと評している。また、1980年に発覚した八百町事件について本人は2014年に至るまで事件への関与を否定し続けている。2004年3月にはペレが選ぶ。 偉大なサッカー選手100人に選出された。イタリア代表として最後の試合となった1986年5月11日の中国戦までの出場数イタリア代表として最後の試合となった1986年5月11日の中国戦までの得点数。ありがとうございます。